い、どうもタメです。このキャリアモードはね、イタリア人のユース縛りで最強のイタリア人軍団を作り上げて、でイタリア代表でのワールドカップ優勝、ここを目指していくと、そんなキャリアとなります。さあ、で舞台はね、いよいよプレミアリーグまで上り詰めたわけですけども、まあここまで来たらね、監督としても一応それなりに結構認められてくると思いますんで、あとは代表オファーを待つのみなんだよね。まあ、ちらほらね来たりはしてるんだけど、まだやっぱり強豪国からのオファーとかは来たことがないんで、そこがプレミアの舞台でどうなっていくのかと。もうとにかくね、ワールドカップを制するところまで、来月のね FC25 これが発売されるまでには終えていきたいと思ってるんで、もう頼みますわイタリアサッカー協会さん。というわけで進めていくんだけど、まずは今季を戦うチーム編成で先に紹介しておくと、まあうちもねそれなりにイタリア代表選手を輩出できるようになりまして、で代表期間中にね選手を抜かれるわけですよ。でそしたらね、あまりにもうちの選手層が少なすぎて、あわや没収試合というそんな危機を迎えることがありまして、でちょっとね急遽人員の確保というところで、アカデミーの方からね、このサラとこのゴールキーパーのリッチ、彼らをトップチームに挙げています。ただ別にもともとね挙げる予定ではなかった選手たちなんで、まあ、試合では使うつもりはありません。人数が足りてる間はね、まあ、なんで保守枠として抱えておくみたいな、そんな感じにはなります。でポテンシャルはね、もう去年の段階で挙げられる選手は大体上がっていたんで、特段変化はないね。なんで成長に関してはまだまだみんな止まらずにしていってくれると思います。で昨年ロンバルディレンタルに出していたんだけど、まさかの OVR が全く伸びず、これはちょっと予想外すぎた。スペインで何をしてきた、ほとんどお前サッカーやってなかったんちゃうんかというぐらいね、もうルッソにもそうそう抜かれてしまってるんだけど、で今季のロンバルディに関しては代表で選手がねある程度抜けることを考えると、まあ、チームに残しておきたいなというところで、今季はローテーションに組み込んで戦っていきたいと思っている。でアカデミーの方にまた一人とんでもない逸材が現れていまして、こちらのコンティ、 OVL70 でポテンシャルも間違いない。まあ、前線はね非常に層の薄いポジションではあるんで、彼はトップチームに上げていこうか。さあコンティ、トップチーム昇格。ただコンティに関してはいきなりプレミアで戦わせるのはちょっと厳しい感はあるんで、彼はねレンタルで育てていきたいと思います。で前回ね新加入のルッソ、彼めちゃくちゃ天才なんだけど、プレイスタイルを紹介し忘れていたんで、今回そこを最初に説明しておくと、なんと7つのプレイスタイル、強シュート、セッター、的確なパス、鋭いパス、パスカット、テクニカル、トリベラ、いやー天才ですね。これはたまらんな。これビジャー以来よ、こんなについてんの。まあ、攻撃性能が圧倒的に高めかな、この感じ。いや、こいつは絶対大物になるからね。昨シーズンも10ゴール10アシスト。見事なルーキーを飾ってくれたんで、天才ルッソには注目していこう。さあ、というわけで、もうね、リーグの開幕戦の日程まで進めてきてるわけですが、なんと開幕戦でマンチェスターシティと、まあ、いつもだったら割とね、動画の最後の方に完成試合を持っていくことが多いんだけど、ちょっとここはもういきなりやりましょうと。で、今のチームがね、どんだけシティ相手にやれるのかどうか、そこはやっぱ見てみたいんで、今回は早速にはなりますが、完成試合をやっていこう。さあまず相手のメンバーはこんな感じ。いやー、まあ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 強いのはそれは当たり前なんだけど、バルベルデいるし、キム・ミンジェいるし、ガビもいるし、めちゃくちゃおもろいことになってんな。注目選手は言わずもがな、こいつでしょ、 OVL94 の化け物。ただ俺的にはルカもねハーランドに決して劣ってるとは思ってないんで、今回その怪物対決っていうところもね注目になってくるのかなと思います。今回メンバーはこんな感じ。さあもううちも全然プレミアで上位狙える戦力は確保できていると思うんで、割といい試合になるんではないかと踏んでいる。さあ怪物ルカがどこまで名門相手にやれるのか、そこを今回注目していこう。リーグ開幕戦キックオフ。さあついにプレミアの舞台での戦いが開幕。いやー早かったね、相当早いペースでここまで来たけども、こっからはもうあからさまにレベルが上がるんで、ちゃんとこのユースアゲルの選手たちがまずは順応できるかどうかよ。サイドバックのビジャー上がっていく。さあ彼はイタリア代表、さすがのプレー。カザデからビジャー、いやーいいね、ビジャーからビジャー、そしてルカ、いやー惜しい。さあカザデが受けて打っていく。さあ一旦落ち着けてジョルダーノが持ち運んでいって、バタグリアからカザデ、さあうまくサイド使って、ただここは止められる。結局ねこのレベルになると最後の対人のところが強いのよ。これはピンチよ。さあビジャの対応。さ
さすがはイタリア代表サイドバック。カザで運んでいく。さあカザでは足元がある。突破していって。さあここはエースポジション。いやー惜しい。いいクロスにいいヘッド。戦えてるぞ全然。さあアンジェリスからカザでいい。ここは足元がある。さあビジャのクロス。ルカさあ簡単行きたい。いいよカザデが抜け出して、そしてサイドを使っていく。ビジャからルッソ、そしてまたビジャ。いやーうまいぞ細かいパス回し。ただハーランドには仕事をさせない。さあルカがこの辺うまいな。いやー惜しい。ハーランド、いやーアンジェリス、やばいって、あーぶねー、頼む。なんそれ、やってるよ、絶対にやってるよ。待て待て待て、絶対に今ロメオが防いでこれクリアできたよ絶対に。どっちだ、どっちが悪いんだこれ。いやーかぶったね、手と足がかぶった。0-1。ちょっと待った待った待った、シティ相手に前線しといてこの失点は嫌だよ。さあビジャ同点弾頼むぞ。ルッソからカザデ、ルカ決めていく。速攻追いついた、というか失点後のファーストプレーで追いついた。いやーさすがすぎる。ビジャからの、そしてここカザデイからルカ、さすがのホットライン。いやーどうよこれがうちのルカよ。ここで前半終了。後半キックオフ。ちょっと待って、こっちもオンゴールになってなかった今。あれは絶対ルカのゴールな。さあビジャーがかわしていく、うまい、うますぎる。さあそしてルカ決めたー。なんと後半ファーストプレーでゴール。さあビジャーの切り込みマジうまかった。そして最後はまたカザでいくからルカね。でこれ失点後立て続けの2点すぎない。さあ2-1、あっという間の出来事。さあルッソからサイドバックビジャ、そしてビジャ、いいよ。さあうまいんだこいつ、切り込んでいく。ルカが受けて打っていく。いやー勢いが止まらん。やっぱ右サイドのイタリア代表のビジャコンビ完全に別格だね。さあ頼むよ、怖いよハーランド。いやーこれはいかれる。まあ簡単には抑えられんよな。2-2、めちゃめちゃ熱戦になっている。さあでもシティとこれだけやれるっていうのは相当自信になるよ。さあこの展開怖いぞ。やばい、ハーランドが入ってしまう、あぶねー。ロメオナイス。さあ守っていきたいが入ってしまう、ジョルダーナのブロック。頼むぞビジャー、かわして、さあサイドバックの上がり、これは大チャンスだ。ビジャが打っていく。いやー打ったか、冷静になってほしかったな。さあ逆にカウンターのピンチ、ガビが抜け出す、頼むって。いやーここもロメオ、相手は慎重に回してくるがしっかりついていって、さあナイスビジャ、ラストカウンターいけるか。さあカザデイからルカ、そしてエスポジト抜け出す、これチャンスよ。さあ自分で言っていい、何そのシュート、威力間違えすぎだって。ここで試合終了。いや勝てた試合だったし、負けててもおかしくなかった、めっちゃいい勝負だったな。マンオブザマッチはルカ2ゴールの大活躍。いやーシティ相手にももうこのとこはやりますよと、本当に理想のフォワードすぎるんだよな。でカザデもしっかり2アシスト。であと右サイドのビジャコンビね、素晴らしい。特に今日はサイドバックのビジャ、もう攻撃参加がえぐい、センスしか感じない。いやー右サイドの攻撃はだいぶ効いてたよね。さあというわけで、まあ、プレミアでもある程度やれそうな感じはあったんで、もうこっからはじゃんじゃん飛ばしていこうか。プレミア1年目は終えちゃっていい気がする。でしっかりとリーグね、一応4位以内を目指して来季の CL 出場権は確実に手にしていきたい。さあまずはシーズン半分ぐらいまでシミュレートで流しちゃおうか。さあというわけでシーズン折り返し地点まで進めてきた。で現在順位は6位。いや目標は4位以内なんで、やばすぎん。
あの順位的には全然悪くないちって言えるんだけど、勝ち点差やばない。え、今季4強すぎん。そうか、ちょっとここまで離されてるとは思ってなかったな。まあまあまあ、うちの方がね1試合少ないし、当然諦めるような勝ち点差ではないんだけど、ちょっとこれはギア上げていかないとまずいね。で、選手の活躍で言うと、やっぱりルカがエグすぎる。21試合で16ゴール。ちょっとこのペースは尋常じゃないよ、マジで。しかもオベエラも90になったし。いやー、このエースの活躍を無駄にしたくないな。で、他で頑張ってんのは、右ウィングのビジャ。7ゴール1アシスト。これは素晴らしい得点ペースよ。で、カザデイもそれなりにいいね。3ゴール5アシスト。さあ、ただやっぱね、あの勝ち点でもわかるように、もっとね、ルカ以外も全体的に積み上げをしていかないと、ちょっと CL 出場圏内というところは届きそうもないかなという感じになってしまうんで、なんとかみんなで後半巻き返そう。それじゃあまたね、後半、がっつり進めていこうと思うんだけど、この15日にユナイテッド戦ね。正直ここ負けるようだったら、もう4位内は絶望的です。あの勝ち点差あるからね。で、うちとしてはここは絶対直接対決で勝って、勝ち点差を詰めなければいけないと。そんなもうシーズンの中でもめちゃめちゃ大事な一戦になりますんで、今回このユナイテッド戦も観戦していこうか。というわけで15日まで流してこよう。さあ、やってきたユナイテッド戦。勝ち点差は10。ここは絶対に詰めないといけない。相手のメンバーはこんな感じ。いやー、そうそうたるメンバーよ。カマビンがいて、ベンチにはサネとかもいる。さあ、ただもう CL 圏内食うならもう絶対ユナイテッドだと思ってるんで、順位的にね、ここは絶対に乗り越えていかないといけない。今回メンバーはこんな感じ。サシティに前線した時と同じメンバーで戦っていきたいと思います。で、このスタメンで言うと、中盤の底のルッソ以外はもう全員もうOBL80代以上と。さあ、もうアンジェリスも80代乗って、ルカは90代、カザデイも90代大手と。選手はどんどん成長しているんでね、シティ戦の時よりもさらにね、いいサッカーをして、ここは勝利をもぎ取っていこう。リーグ戦キックオフ。さあ、負けられない一戦が始まりましたと。いやー、ここ落としたらもう本当に CL は来季諦めた方がいいからね。そのぐらい大事な一戦なんで、もう全集中でいくよ。まずは失点をしないこと、頼むよ。ここは、いや、強烈なシュート。カウンターチャンス。さあ、ビジャにボールが出る。これは独走状態。さあ、こっから切り込めるか。エスポジト打っていく。いやー、いいシュート。さあ、ルカが前向いて、これはチャンスになるか。さあ、かわしていく。そして素晴らしいパス、エスポジト。これはチャンス、決めた。ナイスゴール。いや、シティ戦でパッとしなかったエスポジト、しっかりここで結果を出す。いや、よく決めたな。若干これ決めきるのは難しいかなと思ったんだけど、いやー、マジでよく決めた。先制1対0。さあ、ユナイテッド相手の先制弾、これはでかすぎる。このまま畳みかけて2点目いこうよ。さあ、ビジャーが突破を図る。素晴らしい。一人で勝負していく。さあ、なんかね、ルカがいるぞ。ここは勝負すんのか。さあ、ここもビジャーが拾って、見せてくれビジャー。さあ、ここはルカに通して、いやー、惜しい。さあ、ここはパスを回されて、いやー、ついていきたい。あぶねー、ロメオナイス。ここで前半終了。後半キックオフ。いやー、本当に2点目取れるか否かで全然変わってくるよ。勝負はどっちに転ぶのか。頼む、頼むって。いやー、こわ。さあ、ここ侵入されて、あぶねー。さあ、カウンター行こう。カザで抜けて、これは大チャンスだ。行き切ってくれ。いやー、無理か。相手も戻りが早い。さあ、チャンス、カザデからルカ打っていく。いやー、決まったー。オフサイドかー。許してくれ、これは、これは許せ。オッケー、ナイス。ディフェンス頑張ってんな、本当に。またカウンターチャンス、カザデよく見ている。さあ、エスポジトがフリー、中にはルカいるぞ。上げて、おー、外。いや、これはカザデが決める。いや、これはやった。この2点目はでかすぎ。
エスポジトのこのクロス良かったね。大外見ててでルッソが打ってこぼれにカザデ、よく詰めてたわカザデ。さあ残り時間わずか、無失点で対応、オッケーナイス対応。ここで試合終了、見事な完封勝利。マンオブズマッチはエスポジト、ワンゴール。いやエスポジトが躍動した。ルカワンシスト、カザデイワンゴール、そして無失点に抑えてディフェンス陣めちゃくちゃ頑張ってくれた。まさに全員で掴み取った勝利。さあその結果勝ち点差7と、まあまだ依然厳しい状況ではあるが、希望は首の皮1枚つながったかなという感じだ。というわけでもうあとは日程の方ね、シーズン終了まで流していこうか。もうここでもしね CL 出場権取れなくてもそれはもうしゃあない。さあというわけでリーグを戦い終えてきました。気になる順位の方ですが、なんとニューポートカウンティ最終的に勝ち点67の4位、見事に来季の CL 出場権獲得。今回はアストンビラとのデッドヒートがすごかった。で、あと途中のユナイテッドの急激な失速ね。あの直接対決で勝ってから、そっからの10試合でユナイテッド、勝ち点8ぐらいしか積んでこないという、めちゃくちゃ足踏みしてくれて、で、なんとか助かって最終的にこの順位と。いや、ギリギリだったけどなんとか、今季の目標は達成。さあ、CL 出場ともなればね、そろそろ強豪国からのオファー、来てもおかしくないんじゃないでしょうか。で今シーズンのスタッツね、さ頑張った選手で言うと、まあ、カザデイが10ゴール6アシスト、見事な活躍をしてくれている。で OVR は91で、レンタルのコンディもプラス6でだいぶ成長してくれてんね。で両ウィング頑張ったな、ビジャが11ゴール2アシスト、エスポジトが10ゴール6アシスト。いやープレミアで2桁乗せてくれるのはさすがよ。そしてルカが26ゴール4アシスト、いやーさすがすぎる活躍で、なんとルカプレミアリーグ得点王、ハーランドを上回ったっていうのが何よりも嬉しいね。アシストランキングは載ってないね、ここは残念。さあそしてプレイヤーオブザシーズン、プレミアリーグでこれを受賞するのか。さあ当然この男でしょう、我らがエースルカ。いやプレミアでこれ取んのはえぐいな。ただピルロはめっちゃ真顔、まだまだお前ならやれるぞと。さあというわけで次回からねチャンピオンズリーグ編が始まっていきます。いや結局代表の気配も全くなく CL を迎えることになってしまった。もうこうなったら CL 先に取っちゃって、もうそしたらイタリア国民からはもうなぜピルロを代表監督にしないんだと、協会への圧がねより一層高まると思いますんで、まずはもう CL ちゃちゃっと取って協会に分からせるところからやっていこうか。もうしょうがない。まあでもね冗談抜きでそろそろ本当にイタリア代表のオファーいつ来てもおかしくない状態にはなってくると思う。というわけで次回からね CL 優勝を目指しながら代表オファーを待ちわびていきたいと思いますんで、楽しみにしていてください。それでは皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。